この項目ではフランスの大都市マルセイユ市内を走る路面電車について解説する。マルセイユの路面電車は第二次世界大戦以前から営業運転を続けるフランスでも数少ない路面電車網の一つで長期の路線休止を伴う大規模な改良工事を経て2007年に新たな路線網として再開業した経歴を持つ。2020年現在は マルセイユ市内で各種公共交通機関を運営するマルセイユ市交通局によって運営されている。マルセイユ市内における最初の軌道交通は1876年から営業運転を開始した馬車鉄道であった。それまで市内各地で運行していた乗り合い馬車に代わる新たな交通機関として発展を遂げた馬車鉄道は1890年には8つの系統を 有する大規模な路線網となった。一方、その2年後の1892年には路線の電化が始まり、1899年までに馬車鉄道は路面電車へと置き換えられた。同じ頃には当時路面電車を運営していたフランス一般路面電車会社とマルセイユ氏との間に路面電車の建設や運賃に関する協定が結ばれている。その後も路面電車網は、 発展を続け、1914年には100系統以上、合計1 6 7キロメートルという大規模な路線網が築かれ、運行間隔も最短10秒という高頻度運転が実施されていた。また、路線網はマルセイユのみならず近隣の自治体にまで及んだ。1930年代には年間の利用客が1億6900万人にまで達したが、同時期以降は、 自動車の発達によりマルセイユの路面電車を路線バスやトロリーバスへ置き換える案が上がり始めた。第二次世界大戦の影響により一時的にその動きは中断するも戦後の1950年代以降は時代遅れとみなされるようになった路面電車の大規模な廃止が実施された。しかし一部に地下路線を有していた全長約3キロメートルの68号線のみは その利便性が評価されたことで廃止を免れ、マルセイは、リールやサンテティエンヌと共に、第二次世界大戦以前からの路面電車が残る数、少ないフランスの都市となった。存続が決定して、以降、1969年2月には、ベルギーの企業が製造した、高性能路面電車の PCC カーが16両、導入されたほか、施設の更新も行われた一方、 いくつかの延伸計画も持ち上がったがこの時点で実現することはなかった。1985年のなんと1987年のグルノーブルの運行開始以降、フランスでは路面電車の見直しが進み、首都パリを含む各都市で次々と新たな路線が開通するようになった。マルセイユでもバリアフリーに適した部分超低床電車である。 フランス標準型路面電車の導入が検討されたが、高額な施設の更新費用に加え、マルセイユ地下鉄の整備が優先されたことから1980年代の時点では実現しなかった。しかし、1990年代に入ると渋滞の緩和や空洞化が進んだ都心の再開発などを目的とした本格的な延伸及び、 近代化計画が動き出し、2004年1月8日以降68号線の運行を長期にわたって休止させた上で新たな路面電車網の建設が始まった。そして2007年6月30日、68号線の地上区間の一部を含めたライトレール路線の空き通式店が行われ、試験的な営業運転を経て、 同年7月2日から本格的な営業運転が始まった。さらに、同年11月8日にも68号線の地下区間を含む新たな区間が開通し、同日以降ライトレールは2つの系統で運用されるようになった。開通初年度こそ、マルセイユのライトレールは、道路の混雑による平均速度の遅さなどが要因となり、1日の 利用客数が目標をはるかに下回る4万人ほどとなってしまったが、以降は利便性の高さやバリアフリーへの対応、空調の完備などの快適性が評価され、10年後の2017年時点での1日、利用者数は15万400人を記録しているほか、マルセイユ市交通局が運営する公共交通機関の中で最も高い満足度を獲得している。 路線網の拡張も続いており、2008年、2010年に、それぞれ延伸が行われたほか、2015年5月には、ローマ通りを経由する T3 号線が開通している。また、マルセイユ市交通局は、今後も、路面電車の延伸を実施する旨を発表している。T1 号線、T2 号線、T3 号線2020年現在、マルセイユ市内には、 以下の3系統の路面電車が存在する。運賃は、マルセイユ市交通局が運行する、路線バスや地下鉄とともに1.5ユーロで、24時間、3日間有効となる時間制乗車券の発行も行われている。フレキシティアウトルック C2007 年の再開業以降、従来の PCC カーに代わって、マルセイユの路面電車で使用されているのは、 ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、車内全体が、低床構造となっている、超低床電車のフレキシティアウトルックシーである。フローティング車体を挟む連接構造を有しており、昇景車輪を用いた車軸付き台車を用いることで、走行時の安定性や騒音、振動の抑制が図られている。フランスの MBD デザインが手掛けた車体デザインは、港湾都市であるマルセイユにちなみ、 ヨットがモチーフになっており、大型窓を導入することで透明感を強調しているほか、車内は地中海をイメージした木製の座席や青い色調が用いられている。開業時に導入された車両は24両の5車体、連接車であったが、利用客の増加や延伸に対応するため2011年に7車体連接車6両の発注が行われ、2013年から 営業運転を開始した。さらに2012年には5車対連接車6両の増応日も行われたため、2020年現在は計36両が在籍する。主要所言は以下の通り、ありがとうございます。